はい。では、カブくんとおしゃべりタイムでございます。うん、この時間はですね、まあ、フィギュアスケート、主に以外の話をねしていくことが多いですね。マイクボアキラさん、どうもありがとうございます。えー、カブ君こんにちは、えー。空風さんのクイズ、以前に回答をして、えー、読み上げてもらったと思うんですが、どうも見つかりませんので、再回答しますね。 うん、では見ていきましょうどういう問題だったのかっていうねあまずは漢字でしたけどうん見ていきますねはいまずはルベシベ合ってますかね、うん、ルベシベ千、えー、北本線で近くに蒸気機関車の名撮エースポートだった常文信号所がありますということですねいやーもうこれだけでもね もうすごい詳しすぎてですね。うん、そして、メマンベスこれも仙北本線で、近くに空港があります。えー、モセウし。確か深川の近く。そして4番目、チップ別。あ、これがあれか。秩父、秩父なんとかっていうやつです。チップ,チップって読むんですね。うん。面白いですね。僕は埼玉の秩父はね、よく知ってますけど、まあ、よく知ってるっていうか、地名的に。 よく知ってますけど、あの、北海道のチップ別っていうのはちょっと初めてですね。うん。えっ、ー、と、確か深川の近くということで同じですね。で、今番目はマシケ。廃、え、線、ー、になった森本線の駅だそうです。えー、高倉健主演の、えー、映画、駅ステーションの舞台になりました。これは確か切なかったお話だった気がしますけど。 えで問い2番が、えー、これちょっと何が何だか忘れましたけど岡山県あ宇野か宇野とうの家でしたねうん1番目岡山県で2番目が石川県で3番目が岡山県うんそういえば石川県って宇野家誰か言ってましたねジュゲムさんだったかなうん大阪府近くに僕の親戚が住んでいます、えー、神奈川県、えー、そして熊本県が6番目で 本線って読むのかなうん。で、これはちょっと兵をすることではないのでご注意をっていうね。あのー、宝秘って、兵をすること、宝秘っていうんですね。うん。初めて知りましたね。まあ漢字は兵を放つっていう漢字だから、あれですけど、宝秘しますって言いますかね、普段うん。今から宝秘しますとかあ。あんま言わない気がしますけど。<laughs> はい。えー、7番目。北海道函館本線、山線。 というみたいですね。8番目、青森県、確か八戸近くということですね。9番目、北海道、確か旭川か富良野の近くということですね。うん。えー、そして10番目が福島県で、倍越当選だとは思うけど、地震は、えー、ないという感じですかね。うん。はい。 で、えー、問い3番があって、えー、これは丸×式なんですけど、1番目が丸、2番目も丸で、で3番目が×ですね。で、600km 以上、東京、大阪間は在来、えー、線で 556km だから割引にはならないということみたいですよ。合ってますかね。うんちょっと問題がかなり難しくて、あの覚えてなかったっていうところもあるんですけど、そんな感じでしょうか。 そして4番目、こちらも×で 100km 以上ということですね。うん、確か長すぎたのかなと思いますけどもね。で、5番目は丸ということみたいで、以上で、いかがでしょうか、そらかでさん。うん。えー、よろしくお願いしますということなんですけども、難しいですね。うん。かなりね、難しくて、ほとんどの方、分かんなかった方、多かったと思いますよね。うん。はい。 はい、えー。そして、マイク・バーティラーさん、三原舞ちゃん、かわいい、癒されますねっていうお話になるんですけど、えー、かくん連投、失礼します。桃の丸かじりやめてっていうね、やめて、歯が折れるよって。桃の丸かじりで歯が折れるっていうのは、ちょっとなんか、あまりにも硬い歯だっの桃だったのかね。うん、ちょっとあれですけど、ね、うん、まあ、そこはちょっとノーコメントにします僕は。で、歯が折れるよということですね。うん、参考にしたいと思いますね。 り、うんご、あのー、の丸かじりとかだとたまに歯茎から血が出ることがあるんですけど慣れてないと、うん、桃の丸かじりでは、まあ、ちょっとあれですけどねただ、あのー、種のとこガグって噛んじゃうとなるのかなっていう感じはしますけどちょっとそこもノーコメントなんですよずいぶんコメントしちゃってますよ僕ねはいそんな感じでねちなみにね桃とかの種ってなんか毒,毒があるっぽいですねうん なんかちょっと注意が必要らしいですよ。え、聞いて、聞いて、聞いてっていうね。今日、三原舞ちゃんからファンレターのお礼のハガキが来たよっていうね。あ、すいません。僕、このこと知らずに、こ変な、ちょっとコメントしてますね。あ、変じゃないけど、別に。うん。間違ったコメントしちゃってますね。このこと知らなかった。うん。今日、三原舞ちゃんからファンレターのハガキが来たっていうね。おー、上は羨ましいですね。うん。おー、うしい。消し印は、 神戸須磨局になって、これ、化身なってかな化身ですよね。うん。松陰かなまあ、いっか。ということになっていたから、ご自宅で書いて出されたのかなあ、つまり、えっと、住所がご自宅だったっていうことですかね。うん。あ、でも、マネージャーさんかなでも、これ、何？三原舞ちゃんの直筆っていうことですかね。わ、これは、やっぱり舞さん優しいですね。うん。優しいっていうか、なんか、なんだろう。うん。 ちょっと涙が出てきそうですね。はい、えー。ご自宅で書いて出されたのかな表書きの筆跡は三原舞ちゃんの筆跡に似てるよということですね。多分、ファンタジーオンワイエスの時の、えー、白の素敵な清純な衣装の写真ですっていうね、ことですね。うん。いや、これでもしもね、本当にゲレンデが溶けるほど恋をしてがね、 選ばれたらね、これはもう完全に前ボ様のおかげですね。うん。なんで、えっと、表彰したいと思い,思いますっていうか、なんで僕は表彰するんだっていう感じですけど、うん。はい。いやー、素敵なお話でしたね。うん。他の方でもそういう方いらっしゃいますかねあの、宇野くんをね、見てなんか、あーってなったっていう人もいて、ね、手振ってくれたみたいな話はあったんですけど、なんか、ファンレターとか、可変心っていうのは、初めて聞いた気がしますね、僕は。うん。 えー、ゆうのややさん、どうもです。か、え、ぶ、ー、さん、くるくる回るスピードが速いですね、うん。これは僕の陸上フィギュアのお話なんですけど、えー、今日はお猿もいましたね。うんまあ、このお猿さん、何の名前にしようかっていう感じで、あの変な雲、気持ち悪いですね。また何か変な天気の前触れっぽい感じがしますねそうなんですよね。 まあなんか地震雲っていうのは僕はどういう雲なのかっていうのいまいち分かんないんですけどなんか不気味な感じというか何うんんて言うんでしょうかねこう垂れ下がりそうっていうか落ちそうっていうかねまあそういうイメージの雲だったかなっていう感じがしますねうん何かの前触れでしょうかね怖いですね衣装できたんですがんとなくサーカスに 出てる人みたいな衣装ですね今日も頑張ってくださいねって言って、ちょっとこうサーカスしてるっていうね。うん、こ,れこれサーカスなのかな、うん、これなんだこれはこれはあの、ボールを鳴るやつですかね。うん 面白いですね。でも、なんか、中国で、なんか V ビッグキューブだっけんとかキューブってやつで、こう、なんか、これをやりながら合わせるっていう超天才少年見たことありますね。うん。ちょっとこれ見て思い出しましたね。もうすっげえと思って。もうそもそも3つ以上できないんだ僕はね、2つならできますけど、2つでもたまに落としますけど、3つでやりながら V ビッグキューブ合わせるってな、ね、んとかキューブですなんだっけうん。すごいなと思いますね。サーカスに出てくるみたいな衣装って多分あれかなあれですね。えっと、 なんだっけなんだっけほら。ピエロか。うん。ピエロって感じなのか。<laughs> はい。うん。えー、今日はフィギュアスケートのね、話もちょこちょこ入ってくるんですけど、えー、BNA ホラークさんどうもありがとうございます。えー、ロシア選手のいない今シーズンのジュニアグランプリファイナルに、えー、日本選手が進出することを期待しています。うーん。 そうですね、まあ、ぶっちゃけ言えちゃいますよね、やっぱりロシアがは,はっきり言って強いんで、だからいないっていうことは、まあ他の人にもチャンスはあると、まあ、ロシアはね、見たかったけどね、うん、ジュニアについても、ロシアの独自グランプリジュニアみたいなのあるんですかね。 き昨日ちょっとコメントいただきましたけど、まあ、そのロシアはね、国際舞台に出れないから、まあ、あのロシア独自でグランプリシリーズをやっていくっていう話もあったんですけど、ただ、ジュニアについてもあるのかな、まあ多分ありますよね。2017年の大会は、ロシア選手以外で、ただ1人進出した木平選手を最後に、日本選手は進出していません。おー え、待って、これかなり長いですね。かなり長い。2017あ、そっかそっか、でもコロ,ナコロナもあったからか。うん、そっか、だからジュニアから頑張ってほしいですね。うん、でも今年は結構ね、いける選手いるんじゃないでしょうかね。うん。え、あのー、 そうですねえー、ちなみに2018年大会はロシア選手が5人で、えー、韓国選手が1人キム・イエレムでしたっていうねああなんかちょっと忘れてますけどそういうことだったということでうんみたいですねはい、まあ、だから今回は僕はちゃんとジュリアグランプリからちゃんと見ていこうと思ってるんで、まあ、これまであんまりジュリアの試合見てこなかったんで、まあ、今年はもう気合い入れて、うん、やっていくんでね楽しみにねもう確認していきながらね うんまあ、たまに過去のね様子なんかも演技見ながらちょっと、えー、お話ししようかなと思うんですけどねだからチャンスですね柴山あゆみさんが出てねえっとあの 吉田花さんも今季、ね、フランスから出るのでね、うんまあ、結構だから強い2人がいきなり出てくるっていう感じありますし何、まあ、と言っても島田真央ちゃんが、ね、いるんで、まあ、彼女多分優勝候補とかになってくるのかなと思ってますけど、まあ、どういう戦いになってくるのか楽しみですね。うん はいえー、そして、えー、琥珀院さんどうもありがとうございます。これはさっき早速上げた僕の動画、最新動画ですね。僕が選ぶ大好きなフィギュアプログラムトップ3紹介しますのお話で、えー、宇野昌磨君2位に上げたんですけど、これプロペラーでの話ですね。 紅、うん、白院さんから「笑っていうね、プロペラーって見たことないわ、今までがついてなかったんで、本番見たことなかったけれど、予想でベスト2にしますっていう意味にとっていました。ああ、すみませんあの、ちょっと割りわらしちゃったですね、うんいや。見たことがないくらい素敵なプログラムっていうことですよ。もうこんな演技ね、神々しい演技はね、もう前代未聞っていう意味でございますよね。えー、バラック音楽はショマ、昭和、宇野のおはこだらと、えー、知らしめそうだと ますすとといいうううマコってそういうこななんです、ね、なんでねかバッハ的な曲ってことかな。うん。なんかこれまでもオーボエコンチェルトもどっちかといったらそういうタイプなのかちょっと僕はそこは全然詳しくはないんですけど。うん なんかこう、なんて言うんだろう、うオルガンみたいな感じの曲を使ってる感じ。だからバッハの G 戦場のアリアとかもそうですけど、他にもなんかありましたよね、そういう感じの曲。なんかわかりません。まあ、バッハがよく使ってるようなうん感じの曲だと思うんですけどもね。はい。だから結構、お野くん、そういうプログラムは得意なのかなっていうね感じがちょっとしてますよね、う。ん まあグラビティはね、もう自分たち適量でやっていくと思うんで、また新しい翔馬君っていう感じがしますけど、まあ、プロペラーあては宇野選手の良さが詰めまくった、そういったプログラムになるんじゃないかと思いますので、うん、えー、楽しみですね。はい あ、今、そしてコメントが速報で入ってきましたね。ええ梶原さんどうもです。ええー、歌舞くん、あははってね、やっぱり思った通り、舞ちゃんのガブリエルだと思いました。いやー、すいません。舞ちゃんのね、ガブリエルはね、嫌なことがあったりとかした時にね、癒されるんですよね。うん。あのー、そして、しょうまくん、しょうまさんのボレードかなと、2番目に挙げられるのが、プロペラーテでしたね。私と一緒。ただ、 私の一番は、お、オーボエコンチュート。なるほど。オーボエコンチュートということで。えー、ちょっと、オーボエコンチュート。うん、ということですね。ちょっと待って。この話、後でしょうかうん。せっかくなんで、ね。あの、皆さんの好きなプログラムっての、ね、は、これから入ってくると思うんで、うん。あの、これはちょっと後でしましょうね。うん。なので、一回ね、動画をこうて食べていきたいと思います。なんか、これは皆さんの好きなプログラムっていう感じで、あの、分けて紹介した方がいい気がするんでね。 はい、では一旦動画を止めていきたいと思います。バイバイです。